動しやすいですし、はい、やっぱ公共交通機関もすごく充実してますからね。はい、例えばよく行っていたなーっていう場所はどこですか？よく行ってるのはもう栄ですね。栄、もう SKA48 というグループ名にのグループに所属する前から本当にヘビーユーザーで栄に住み着いてるぐらいの、まあ、若い子のね、もうファッションの街でもあったし、はい、やっぱりね、皆さん使ってる街だと思いますけど、はい、けどね、栄は本当に馴染みがありますね。栄地下を、なんだろうな、地下から地上に出るときに何番出口から出たらどの辺に出るとか、はいはいはい、そういう逆算ができるようになるのが